ウティカ遺跡、ウティカは、現在のチュニジアにあった古代都市である。カルタゴから、北北西約50キロに位置する、現在のバーエルメルレイク付近。かつては、メジェルダ川に面した港湾都市であったが、徐々にメジェルダ川の運ぶ土砂によって、港が埋まったことが、主な要因となり放棄された。一ッ家とも、ウティカは、フェニキア人によって、 紀元前1101年頃に入植、建造された都市とされるが、遺跡から発掘された出土品では、紀元前8世紀のものが最も古い。ウティカの名が初めて記録に登場するのは、紀元前6世紀半ば頃のカルタゴとローマの間の条約においてである。条約によると、ウティカはカルタゴの支配下にあったが、カルタゴと同様に、スフェス、民会、 元老院等を組織し、カルタゴに従属しながらも、一定の自治が確立されていたとされる。カルタゴがローマと争ったポエニ戦争では、カルタゴ側の一翼を担い、第二次ポエニ戦争では、ローマのスキピオアフリカヌスとヌミディアオーシュファクスが、ウティカ近郊で戦った。紀元前146年に、カルタゴが滅んだ後は、 ローマ都市として組み込まれ、アフリカ族州の州都として発展することとなった。紀元前46年のタプススの戦いに敗れたマルクス・ポルキウス・カトはこの町で自殺した。後にカトはウティカのカトと称されることとなった。アウグストゥステイの時代にアフリカ族州州都の地位を再建されたカルタゴに譲るが引き続きローマ都市として活動。その後、ローマの衰退により、 バンダル族、東ローマ帝国の支配下に入った。700年頃ウマイヤ朝の統治下に入ったが、すでに都市の後輩が相当程度進んでいたことから放棄され、現在は砂漠に渦漏れた遺跡が残るのみである。ありがとうございます。